チャンネルです。本日もハードオフにやってきましたので、ゆっくりと見ていきたいと思います。では行ってきます。エスカレーターに乗るってなんでドキドキするんだろう。ハードオフでもレジ袋の有料化です。 Nintendo DS のソフトゲームウォッチコレクションです。これね、まあ非売品なので売っていることがおかしいんですが、まあなぜか売っていました。まだ本当にね、並んでいないものをね、ずっと眺めていたらね、ちょっとかっこいいなーっていう一室を見つけたんです。これかっこいいでしょ、これ。でも備品でした。楽器が壁一面に引っ掛けられておりますが、これ眺めているだけでかっこいいでしょ。ケースの中に見つけた3万3000円とついているソニーのプレイステーション未使用品です。未使用品だとやっぱり値段つくんでしょうね。ファイティングボックス。うちの子供が今ドハマりしているクッパです。マリオじゃなくてクッパです。スーパーファミコンの中古をずっと見てたんですけども、三国志、横山ミステル三国志の2です。これが1100円という値段なのでちょっと考えてしまいました。さあやってきました、ジャンクコーナーです。ジャンクのゲームコーナーはこんな感じでね、乱雑に置かれているものもあって、結構探すのに手間なんですけど、こういうところにお宝が眠っていたりします。ハードの方も Xbox がずらり、そして PS3 がずらり、そして Nintendo Wii がどさっと置かれておりました。うわ、切ったね、やっぱりジャンクだわ。あと PC パーツなんかこんな感じでね、箱に入っているものが綺麗に並べてありました。そしてマザーボードですね。ひときわ小さいマザーボードを見つけました。これはね、 AMD の CPU が乗っている、まあ一体型だ、まあほとんどくっついてるんでしょうね。だからこれだけ買っておけば組めるんじゃないかな。 CPU 付きでマザーボードが売られていました。2750円という値段です。状態はいいんですけども、これかなり古い感じのやつなので、まあちょっと高いかなという気はします。はい、ファミリートレーナーのコントローラーです。8800円、高っと思って見ていたら 3DSS 4400円です。まあピンクなんでね、あれなんですけども、まあでも安いですよね。ジャンクのケースの中に PS2 のジャンクがありまして3300円。これソフトの読み込みができないみたいです。ノートパソコンのジャンクコーナーを見ていたら、前回よりかなり数が少なくなっていました。そして Mac のね、ケースありまして、これいいなと思っていたんですが、かなりヤニで汚れていました。値段の方もね、1100円とついていたんですが、1100円でもやっぱりヤニだらけは嫌だね。 Nintendo DS のジャンクソフトがこんな感じで棚に陳列されていました。見やすいんですけども、かなり多くて、そして見たものばっかりであまり面白くなかったです。ということで、ご視聴ありがとうございました。